しれないし、うん、でまああの器を生かすっていう話で考えると、ね、まずは器っていうよりはこのこう作品なわけですね。特にこれ造形物でもあるから、たまたま器の形状してるっていうこちらが勝手に捉えて見ることになるんですけど、それを器にもなり得る形状があるから、それをうまく生かしていけましょうかって時に、まず心がけなきゃいけないのは、この元々の作品の意図をねじ曲げないようにしてあげるってことですね。してあげるっていうか、いわゆるこの作品の意図がまず作家の魂でもあるから、それを逸脱するようなことをまずしないってことですね。まず最初のアプローチの時、例えば何か何回もこの作品にアプローチしてて、もう作家とも何か了解され、いろんなこと了解してて、たまには違うことやってもいいよみたいな空気になったら、例えばこれ寝かして使うみたいなことをアイデアとして考えてもいいと思うんですけど、最初から寝かすってアイデアでいくと、これやっぱ立ち姿が作品の持ってるなんかこう造形美としての説得力の部分でもあるので、そうさせないということですね。で向きもやっぱ整体させた状態、こちら正面でいいんですかね。どちらも正面になります。こっちとこっちってことですよね、はい、だからやっぱりこの透明面が正面向くっていうことでいうと、まあ、こちらこのすりガラスになってる側はここ正面にしないで組み立てていった方がいいんじゃないかなとか、あとはこれ3個口が開いてる、穴が開いてるっていうのを、いわゆるどう捉えていくのか、何故3つだったのか、1個でもよかったんじゃないかとかあるかもしれないけど、作家が3つだと思ってやったものだから、その3つをどういうふうに捉えて形にするのか、もちろん一箇所に入れるだけっていうのもありなんですね。例えば昨日なんて、これ例えばこの頭、ここが頭で脳みそ、そしてここがハート、そして C 級だって捉えて、それで子宮の部分だけに赤い花を生けましたっていう人がいました。でそのいわゆる人間の部位に分けて一番こう肝になる部分、心臓と脳と、で女性にとってはその方は女性だったんですけど、それをいわゆる大事な女性ならではのこう部位として子宮だと捉えるっていう、その感受性自体すごくこの3つの穴をある意味すごく明快に捉えたんじゃないかって気がしてて、でその子宮の部分だけにいけたっていうのは、多分その人が持ってる哲学みたいなものが現れたんだと思うんです。でそういうふうなことで元々の造形のや特徴みたいなものをしっかりそのまま受け止めた上で、オリジナルの解釈を加えて作品化していくみたいなことをまずするべきだろうなと。なんかまあこういうね、こういう形状のなんか普通の、これは変更の壺ですけど、こういうものも一応ここで立たせて作品化できてるので、これをちょっとこうでも立つは立つわけですね。いきなりこういうなんか変則的なことからこの器にアプローチするっていうのは、やっぱ作家の意図を書くことになるので、こういうことからは始めないっていう、まずこの立ち姿、正面はもうこちらかこちらかの器なので、まずはこちらかこちらかが正面であるっていうことをしっかり設定した上で、どの花いけるのかっていうのを決めていくっていう、あとはまあ器をよりこう際立たせる花だとどうするのかとか、あの一応尊重しつつ花が主役になるっていう花だと、花っていうのはこう生けた側の花が注目を集める花にするにはどうすればいいのかとか、そこはちょっとさじ加減が変わってくるんですけど、にしてもこの作家がどう見せたいかっていうことはまず尊重した上で、形状で見えてきますからね、そういうのはね。
ある意味、まあ、言い方悪いって常識的な範囲って言ってもいいかもしれないですけど、捉えた上で具現化していくっていう作業をしなきゃいけないってことなんじゃないかっていうふうに思ってます。まあ、僕はこれ一応もう3口全部入れたみたいなことになったんですけど、一番いいなやり方ですけど、であとは非常にこうシンプル、造形としても非常にデコラティブじゃなくてシンプルな造形なので、まあそういう意味で言うとモダンだっていうことでもあるの で植物の中でもそういうこうモダンやシンプルに頼るような、そういう情緒を持ってるようなものを今回合わせてみたっていう、それも器が持ってる情緒感みたいなものとフィットさせるっていう意味では大事なポイントなんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。その空間と空間が、植物によってつながってる、うん、つなげてくださった表現というのがすごく嬉しいですね。空間で終わってるわけでもないし、うんうんうん、そういうつながりがとても魅力的で、こんな表情もあるんだと、すごい綺麗。後ろの壁の色と肌の赤がすごい、はい、マッチしてる、ね、この赤がこんなのあったんだって、ここなのガラスの透明感とかもすごい綺麗に、今回あんまりこの人気薄だったんですよね、この材料あんま使う人いなかったから。奥野さんの作品と相性も抜群にいいんですよ。だからそういう意味ではあの材料合わせは神田さんも素晴らしかったです。石を無視して石を無視はしてないと思うんですけど先生、でももうこのヘリコニアはもうこのガラスに合うと思って、うん、そうですね、もう迷いなく、まあ、ここにあるもので、もちろんあの逆の方に振るっていうのもありだと思ったんですね。逆にこのモダンなこの造形を、うん、より植物的な空気感に変えていくみたいな、それでそうコントラストをつけることでよりこの強いくてモダンなこうシンプルな形を際立たせるっていうのもやり方としてはあるんですね。もう一個あったアイデアは、あの夏ハゼをこう団地でこう生けていくみたいな、うん、なんか松の景色みたいな感触で生けていく、行ったとしたらこれが非常にこう何ですかね、夢の世界の木の幹のようなそういうような表情に見えてくるかもしれないなと思って、で一番高いところが一番バーッと張り出すみたいな、もしくはこう中段がぐっと張り出しててチョンチョンみたいな、なんか展覧会で見る感じ、うん、なんかこう松の景色がありますよね。そういうふうにもできるかなと思いました。まあ、モダンっていう意味で言うと現代というモダンではなくシンプルなっていう意味でのモダンっていうことでしょう。だからその3のね、そうですね、昭和40年代の後半ぐらいの40年代みたいな感じ、うん、なんか懐かしいけどモダンだな、懐かしくモダンでシンプルですね、てな感じですか。ありがとうございました。